行ってみましょうか。渚のモーターショー、今日のですね第一発目のご紹介がですね、フォードマスタング、これマッハ1ですか？いや、マッハ1じゃないです。マッハ1じゃないな。今資料にマッハ1って書いてあったんですけど、これは1973年製。そう、73年です、はいはい、1973年製と見分けるには一体どこで見分ければいいんでしょうか？はい、このフォグランプが縦なんですね。来ると思いました。縦目のフォグランプになったのが後期型になるんですかね？そうです、はいはい。前期型と後期型はどっちがいいんですか？後期型です。お、後期型がいいんですか？はい、なんか、オイルショックの影響も受け若干の出力をですね、そうですね、削られたとも言われてますが。そうですね、でもやっぱり奈良さんですね。オーナー、私ちょっと資料で調べたところによると、前期型は、この後出力を削られるから前期型だっていう人もいれば、でもじゃあ後期型は、どんなところが改良されてるんでしょうか？そう、これまだ前期型でもディーラー車なんで、お、はい、そう、ただ、まあ、パワー的にはとパワーのこと言ったらもう同じなんで、やっぱり好きなのが縦のフォグがやっぱり自分は好きなんで。なるほど、はい、もう好きな、もう自分が買ったのが好き。これねすごいですよ、書いてあるのが、新車当時から普段の足として使用しって書いてありますけど、そっから2オーなんで前のオーナーさんがずっと足に使ったんですね。でリアで入れてそのまま乗ってたんで。じゃあちゃんと日本国内に正規輸入された当時の仕様からそのまま乗っている。そうです、そのままです、はい。ちょっとですね中身を見せていただいてもいいですか？はい、なんか内装だけは綺麗に仕上げたという話ですが。そうですね、シート内装はそのまま、革とかはやったらしいですけど、はい、はい。あれいつもこの渚のモーターショーで面白いのはですね、オーナーさんの荷物がいつも満載で乗ってるんですよね、運んでくるんでね。だいたいこういうデモ展示とかね、モーターショー展示では、まあ、綺麗に、ね、なった車両をいつも見られると思うんですが、基本的にみんなが見ていただく車両の中荷物満載でございます。そうですね、はい。でもその荷物にはね、洗車キット洗車キットとペットボトルに水、現場でちょっと掃除ができるようにって、そんな感じですかね？そうですね、特に雨だったんで、はい。ですね、ちょっと座ってもよろしいですか？はい、ちょっと座らせていただいて中身を見させていただくと、まあ、この当時からオートマチックではありますが、これマニュアル車っていう設定もあったんですかね？マニュアルもありましたね、はい、はい。ラジオがつき、クーラーは、はい、これクーラーついてる？クーラーついてます、純正のクーラーです、はいはい。この前の方とかはクーラーって設定あったんですかね？多分オプションではあったと思います。この中のお気に入りポイントはどこですか？3連メーター、横3連メーター、何があるかというとオイル、オルタネーター、テンプメーター、まあこんなものがありますね。普通にタコメーターとスピードメーター、真ん中には燃料計ですね、はい、というですね 1,2,3,4,5,6 連のメーターがあって、ここはなんだ、非常にあれだな、ステアリングも当時のまんまですか？あ、でこれ、お、パワーウィンドウ、パワーウィンドウですね。パワーウィンドウです、全部ね、さすがにこの年代からパワーウィンドウ。そして よく考えたらこれ珍しいのがコンバーチブルですね、はい、この設定っていうのは、そう、コンパチなんで、あのマッハ1じゃないんですよ。マッハ1だとコンパチ設定ないんで。なるほどなるほど、はい。あ、でも出力的には同じですか？351のクリープランドなんで、はい、エンジン的には同じです。だけどマッハ1っていう名前が付けられるのはコンバチブルじゃない、ね、クーペタイプになるんで、これはマッハ1とは呼ばないけど、はい、実は珍しいんだぞみたいな。そうですね、珍しいです。この方で、やっぱりコンパチはあんまりないですよね。そうですね、なぜか隣にもコンパチなんですけどね。そうです、珍しいものを用意するのが好きな渚のモーターショー。タイヤも
わざわざホワイトリボンつけてますが、純正オプションのティッシュです。これそうそう珍しいって書いてありますけど、純正オプションでこれアルミですよね。本来は鉄チンですか、ですよね。それがアルミホイールの純正オプションっていうのがこの当時あった。そうですね。普通のディッシュと違ってその黒いゴムの部分がちょっと違う。何が違うんですかこれ。この部分が違う。ええ、これ何ですか。あの何、やっぱりこのオプションとの違いっていうか、普通の芝居のディッシュと違う。あ、市販のやつと違って、これ用にオプションで設定されたのはここに黒い縁がついてると。これ純正オプションホイールだぞと。これ偉いとこなんですね。偉いとこなんですね。私もですね、まあ確かに私もこれちょっとね、マハーンとかっていくつか試乗はもちろんしていたんですが、鉄チンのね、あのメッキのホイールでしたけど、アルミのホイールって確かにあったんですね。はい。高かったんですかね。いや、まあ、全オーナーさんなのでわからないですけど、あと丸紅モータースのディーラー、あ、その当時の丸紅が仕入れたディーラーなんで。なるほど。ディーラーが丸紅この当時入れてたのが丸紅さんということでですね、まあ、ちょっとねもう一度顔をね見させていただくと、さあどうでしょうかね、この顔とロングノーズいいですね。やっぱりね、ここちょっと憧れますね。ありがとうございます。これ長さ何メーターでしたっけ。全長、いや全長ねそんなに大きくはないんですよ。そうですか。ただこのデザイン的に大きく見える。いやでもそれでも5メーター近くありますよ。5メーター以上ありますよねこれ。あ、5メーターはないです。え、5メーターないですかこれ。あ、そうなんだ。でも今マスタングのこの当時のマスタングで一番長いんじゃないですか。よくビッグマスタングって言われる、言いますよね、はい、それがビッグマスタングって言われるのが71年から73年ぐらいまでなんですかね。その中の73年車、一番最後のビッグマスタングの最後を飾ってると、はい、この後から74年型から2代目マスタング、2代目って3代目になるのかな。マスタング2になったんですよね、はいはい、あれはオーナーとしてはどうですか。いや、これで終わりですよここまでがいいという感じですね。そうですね、はい、はい、ありがとうございます。マスタングのですね、このね形がですね非常にやっぱりね、憧れるところでね、私も乗りたいなと思っている1台ではあるんですけどね。ただエアコンは効きますか。2日前に直ったんです。2日前に直した。何をすると直るんですかこれ。コンプレッサーから取り替えました。全特快かなと思ったんですけど、コンプレッサー変えて直った。そうですね、あと配管も直しましたけどでもほとんど全特快じゃないですかちなみにちゃんと全部取り替えるとエアコン効くんですかこれ。効きます、はい、はい、今館長です。素晴らしい、エアコン効くフォードマスタング、私はもうこの時代はもう諦めた方がいいのかと思ったんですけどね、オーナー竹木さんですよね、はい、ちょっとじゃあまたね一度カメラに戻って竹木さんの紹介で、今回のフォードマスタング紹介していただきました。ありがとうございました。すいませんでした